贈呈式を行います。ドアビルと両チームの健闘を記念し、12時ドラゴンズサタンクロールの会より両チームで記念品と花束が贈呈されます。贈呈者は社団町立サタン中学校から西川ひろみさん、岡川直人、中村美玲さん、小田原美香さんです。広島東洋カープ新井監督、田村俊輔選手、中日ドラゴンズ立浪監督、田中美玲選手、お願いします。それではどうぞお渡しください。